速稼ぐの久保です。ちょっとこんな格好とこんな場所ですいません。昨日はですね、2034フェスということで、私のナイト2000と吉谷拓郎さんの R34 をね、一緒に、この宝塚北サービスエリアに、来ていただいて、そして私も伺ってですね、で、まあ、僭越なんですけども、車見たい方、触りたい方、そしてまあ、車はいいけども、久保哲郎に会いたい方、集まってみたい方ね、募集みたいな感じでやらせていただきましたところ、まあ、10名前後の方が来ていただいて、本当にね、いい時間を過ごさせていただきました。本当にありがとうございます。でですね、その時間、気を共にして、吉本の取材会見というのがあったんですよね。吉本の社長、なんとか社長、岡本社長でしたっけね。宮迫さんとかね、例の直営業、闇営業というふうに言われてますけども、あちらのことについても取材会見が5時間半もあったわけですよね。まあそこでやっぱり予想通りなんですけども、やっぱり今度はね、今度は岡本社長に集中砲火を浴びせる、そんなね、流れがあったわけなんですけども、冷静に考えてみて、まあ私普段テレビを見ないし、宮迫さんもよくわからないしね、芸人さんって本当なんか全くわからないんですよ。まあそういう風なところ込みで、世の中ではこういうことが今流行ってるんだなって見ていくとですね、こういうことに気づいたんですよ。吉本がどうあろうと、芸人さんがどうあろうと、詐欺の被害者、直接の被害者ではない限りですね、関係ないよねって我々にはあんまり関係ないと。じゃあ吉本のその社長がね、減俸 50% を1年間やるって言ったけど、だからってどうなんだって話ですよね。減俸したからって、確かに我々の暮らしには全く探してるんじゃないかなと、弱い者いじめをしたくてしょうがないんじゃないかなっていう風なね、そんな雰囲気を感じてしまうわけなんですよ。クワブラ、まあ、私はここで言いたいのはですね、誰が悪いという風に決めつけるよりも、何が悪かったんだろうっていう風に、改善をね、求めていった方がいいのかなと。この誰が悪いより何が悪いっていうようなね、罪を憎まず、人を憎まずではないですけども、そういう風なね、特定の人を責め上げてもしょうがないんじゃないかなと思ってしまうわけなんですよ。そうではなくて、その仕組みとか体制とか、そういう風になってしまった雰囲気とかっていうものを何とかした方が、誰も傷つかずに前に進むんではないかなという風に思いますけども、皆さんいかがお感じでしょうか。でもこういう風なってことになってしまいますけども、そう言われると確かにね、罪を憎んで人を憎まずみたいなところまではちょっと考えられないかなと。京都アニメーションの事件に関しましては、私は個人的にですね、犯人が一方的に憎いなと、悪いな、この野郎みたいに思ってしまうわけですよ。この辺はちょっとね、言明を避けたいと思いますけども、皆さんの中にもね、誰か特定の人を責め上げていい気持ちになるとか、テレビとかね、画面の向こうで、まあ、誰かがね、特定の人が、すいませんでしたって涙ながらに謝るところを見て、安心したりね、なんか、一種の、優越感を覚えてしまうところはちょっと危険なんではないかなと思いますよね。我々はとかく人が謝るのが好きですよね。土下座をしたりするのが好きなわけですよ。まあ、そういった、自分がね、何も悪いことをしてなければいいですよ。我々もだから罪深い存在ですよ。いわばね、画面の向こうで土下座をする人、涙を流して謝罪する人と、まあ、同じ存在なんですよ。まあそういうふうなね、自分に対する、内側に対する、そういった懺悔の気持ちも、同時に感じていければいいんではないかなと思ってしまいますけど、皆さん、お邪魔しようかと思います。皆さん、よろしくお願いします。で、マイアミのね、深草さん、本日も朝早くからありがとうございます。マイアミは今何時ですかね、深夜ですかね。そんな形でね、画面を通じて、ちょっとだけコメントに返させていただきました。手をプルプル震えたままですいません。で、ちょっとね、私もこう、ガウンと言いますかね、ホテルのガウンでこんな格好でございましたけども、いつもと違った雰囲気でしょ？ローカル感が出て良くないですか？こんな感じですね。はい、それでは今月の予定ですけども、今日の2034の2日目が終わりましたら、今度は関空ホテルですね。関空ホテルで3名の方とお会いすることになりますね。15時ぐらいに関空ホテル着きますので、14時か、15時からの方と、16時半ぐらいからの方と17時ぐらいかな、それからあと18時半からの方と3名の方とね、1日使わせていただこうかと思います。それでは本日は以上です。失礼します。